では、坂下の木之助君の PR で、ちょっと今日はね、Q ちゃんをなんとドーマン代わりにね、しますけども、ドーマンがこれ読み上げるのにね、面白くないんで、ちょっと Q ちゃんに声優をやってみようかなと、Q ちゃんそれ流して、どう言ってくれるどう、いい、よし、やってみましょうか。いきますよ。皆さん、こんにちは、Q。どうする、声があまりにもイメージが違うと。これ普通でいいって。あ、そう、すいません。普通でやってみるので、普通でやりますね。じゃあ、はい。皆さん、こんにちは、Q。僕は埼玉県春日部市、北春日部の小口サピーから来ました。バンドリたちの北春日部桐之助です。また肩に来ることができてとっても嬉しいです、Q。今日はよろしくお願いします。地元春日部の特産品の一つに麦わら帽子があります。急僕も頭にかぶっているこちらの麦わら帽子は田中帽子店さんに作っていただきました。今日はですね、何名かかぶっている方がいらっしゃいますかね。まあいらっしゃいますよ。ドーハには見えます。ちょっとみんなに見なくても見えます。大丈夫です。常に顔通しですよね。家に大事に変わってないので、頼ってくださいね。そのね、で、また、こう、高須からね、PR になるので、ぜひ、協力してください。で、毎回ね、今回動物シリーズとしてコラボさせていただきましたけども、手作り施設のため、数量限定販売になってしまいますが、よかったら、見てみてくださいということで、まあ、早速ね、ということだったらね、田中帽子店さんにも来てほしいんですよね。キュウちゃんって売ってんの？帽子売った。キュウちゃんって売った。そこに売ってないの？あ、そこに売ってないんだ。キュウちゃんの帽子買ってくださいね。